お疲れ様です。今日はね、こちらゴブジェスマギー言ってきます。はい。ということでバランス調整でね、ナイトがものすごい強いんですけど、まあ、ゴブジェも一応強化されました。HP がねプラス 6% だったと思います。まあ、すげえ強化ってわけではないんですけど、なんかここ最近ゴブジェの何 HP 強化、背中の槍のなんかの強化、なんかの強化みたいな感じでちょっと 3,4 段階ぐらい謎に強化され続けてるね。はい、ゴブジェなので、まあ、気持ち増えたかな、増えたっていうのが今までが少なかったからあれなんかちょっと難しいんですけども、まあ、ちょっといるのでやっていこうかなと思います。ゴブジェスパーキーね、久々ですね。はい、で、まあ、レイジーザップのマザネック型ね。で、まあ、ナイトが、まあ、なんだかんだ強いのね。これなんかスパーキーナイト、あ、待って、これミスった、あのマザネックです、俺的に。うん、はい、まあ何もできないんですけどね、こいつは。そう、あのナイトで攻めれるんで、ここが今ゴブジャイですけど、今のが、まあ、ナイトでもいい、ナイトスパーキー、ナイトガク、ナイトマザネックとか、なんかゴブジャイは出せれたら強いんですけどね。まあ、2倍タイム3倍タイムになると、まあ、ゴブジャイナイトスパとかなんかいろいろできるとさらにちょっと強いのかなみたいなね。まあ、両サイド攻めることがちょっと可能になったイメージがありますね、このスパーキーナイトが入ってくるっていう。はい、まあ、一旦ダメージ負っちゃったのでおとなしくしようかな。やりゴブコンポリ高回転ディガポイオールブレイカーですね。よいしょ。さあ、まあ拾う、まあザップで、はい、耐える。まあ俺的ヒースピ欲しいんですけどね。まあ、お、いいね、ヒースピ欲しいけどレイジーザップがちょっといいらしいんだね。これさあ、おお、ちょっとエロいね。なんか打てそうじゃね、スパーキー。うっ、うわー、めっちゃいいタイミング。これ熱いん、ちょっとちゃいますの、おしゃれに。これあれ、ボムナイトがボムの竹取ってくれたら熱いな。うわ、熱い熱い熱い。これでレイジとかしちゃって、よしよし、これナイトか、これ見てくださいナイトなんですよ、まさかの。意味わかんなくない？意味わかんないんですけど、本当にナイトがちょっと強くて、いや、おワンパン、まあ、マザネクもね隠してましたから、この豚も刺さってみたいな。いや、これがね可能になってくるんですよね。まあ、ゴブジェイの前につけるナイトもありだとは思うんですけど、結構この逆ナイトが単品でちょっと強い。ナイトに出したいカードも、まあ、小物系だとね今みたいに呪文でとかするし、まあ、陸系硬いやつはやっぱスパーキーの受けに出したいからってなると、どっちかしか止まんないみたいな感じで、いや、まさかのねナイトとスパーキーが結構いいね共演をしてるんですよ。さあ、一純也くん、よいしょ。うん、さあ、まあだから2倍タイム3倍タイムかな、まあ後半かな、原画突破したナイトが強いので、そこまでは普通のスパーキーぶっとけばいい。よいしょ。マジで暇、あー、ちょっと嫌なザップされたね。まあこういうナイトも便利ですけどね、相手からしたらすごい嫌そう。うおい、さあ、マスターのスパーキー対決です。これザップは世界で一番いらないよね。うわ、なんかすげえな、なんか相手もですけど俺も変なスパーキーで対決してる。うーい、しかも、え、一緒か、いや、メガゴだな、いや、マジで一緒なんですけど、いや、すげえいいエイジだな、めっちゃ一緒なんですけど、マザネクガゴ、マザネクメガゴの魚。いや、これでもナイトはまだ便利なんですけどね。おい、さあ、ミニペック入る、まあ、レイジぐらいで守ろうぜ。さあ、ナイト頑張ってます。えい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 、まあみたいな感じ。まあ、メガブズガゴのさ、そんな特別あるわけじゃなさそうですけど、バッチリかな。
スパゲね。いやー、まあこうなるとちょっとわかんないですけど、これスパーキーとかも結局ナイトが歩いてると 80% カットできると思うから、そう考えるとこれね、歩いてない、今ね、そう戦ってるんで、でかい、あーめっちゃいいマサニクやんそれ。あ、これやばい、これなんかナイトに頼りすぎてた男います。こうなるとヘッポコですね、やばいから、なんかすごい行かれそう、メガゴシってやったし、頑張って耐えたい。うっ、いやー耐えました。うっ、痛すぎる、うん、耐えたけど、耐えたけど嫌だな。おい、これメガゴちょっと強くね。まあもう一回耐えますかね。おお、さあ果たしてここ勝てないんで、メガゴがね、まあ、でもナイトがめっちゃ大事になってきそう。ガゴ頑張れるね。いやこれね、ありますめっちゃあります。まあデフォナイトはねそんな強くないからあんまなんですけど、これ限界突破してたらねちょっと熱かったな。今の背中の槍でさメガゴ倒せたりしない。いやでも結構入る、結構入るね。これナイトあるし落ち着いて守るか。よしよし、一回ね。いやーあるよー、ちょっとスタンプだけどむずいな。おい、さあこれ落ち着いて守ろう。家庭感な、うちのナイトは。うちのナイト硬いんですよ。いいんじゃない、いいんじゃない、これからのレイジとかも欲しいけど、まあ行っちゃって、多分これね左なんですよ、右じゃなくて右はフェイク。ほら、うぇー、さあ見てか、頑張ってくー、ナイトもっと頑張らないとダメやで、お前しっかりしてくれや。よし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 みたいなね。いやすげえ、その偶然ね、偶然できる、一緒なんですよね。そうっていう時代がちょっと来てるらしいね。ナイトスパーキーとか、まあ相手にしてるとなんかちょっとやだね。そのスパーキーデッキとかってやっぱスパーキー出した瞬間の逆サイド攻められるとね、いやコストないからってなるんですけど、ナイトで頑張って守れるっていうこうやつ、そこそこにだからいいよね。そこそこにね、序盤も最悪スパーキー出さずにナイトミリペマザネクガゴとかでも戦えるから、なんかほんまちょうどいいんですよね。多すぎ、増えすぎナイト。だからロケホンもロイジェも緊急加報っていうのあんま期待ないイメージあるんですけど、ナイトはねまあワンチャンしてもいいんじゃないかなみたいな思っています。緊急加報延命しちゃうよ。この世で一番愛してますから、マザーネクロをね、私は。よいしょ、シップシップ。いやー、まあ、スキャラ来るとちょマザーネクロ放送ないんであれですけど、まあ、来ないか。よし、さあスキャラ来ないし、まあ、来てももうマザーネクロあるんで、これはもう決まったんじゃないですか勝敗が。そんなことないかな。まあ、これ、ね、スキャラ打たれてもマザーネクロあるからスパゲ出します。はい、これも相手どうなんだ、まあ、この逆サイナイト強そうだな、宝石サイトだった時の。ちょっとやだな、あのベビドラ、ああいうベビドラは背中でしばく、これ結構便利。さあボープ張ってくる、えらいね。スパーキーあんた働いて、これ範囲で全部いってほしい。うわーめっちゃいい、
たよ。まあ、防石あるんですけど、このタイミングで攻めてあげて、撃て、撃てないか、それ。まあ、撃っとくか。ブタリーチさ、ちょっとどう？ゴブ、ゴブやるよ。さあ、来る。あいつ、嫌だな、普通に。あのナイトさ、まあ、ちょっと強いんだよな。うちの背中がやばいのかなこれ。いやーなんかちょっと強いんだよなあいつ。いやナイト紛れてる。ナイトか豚かもわかんないな。さあまあこれはガクいらなかったかな。うちのナイトはすごい。いや相手の木がねうめえのよ。でもこれポイズン使ってます。ありますベイドラも咲いたらで、ここに樽が来るんですけどミニペで延命して来ないか。よしよし。これも来たんじゃない。なんか気づいたら全てか残って、うんぐるぎーむい。いやまあまあマザネ君がねいますから、いやもうちょっと綺麗なね形を組みたい思いもあったんですけど、全然だったな今回ナイトはね。はい、まあ活躍するときとしないときはね、まあ、それはあるとは思うんですけど、まあそこまで期待しないのがいいね。そう恋愛と一緒、相手にやっぱあんま期待しない。知らんけどね。あのはい、ナイトにも一緒、スケルトンも一緒、あんま期待しない。所詮1コスト3コストなんですよ。ロケット押しは強すぎた。まあ、ルイシア6コストだしね。その程度のカードと思って戦いたいんですけど、文句は嫌だ。おい、マザネ君もスパーキーも全部跳ね返ってくるやん。文句はね、嫌だよね。いやー、めっちゃいい。たまたまレイジがある。文句コウモリね。なんだろうね。さあ、メガコウ。まあバルーンとかロイジャイもあるか。いやーお前スパーキーやんけ。ああいい、さよなら緑、すまんな爪、バイバイ。まあこれは仕方ないかな。間のだってもうスパーキーとか読めないし、えこれなんか渋くない？相手のスパーキーにスパーキー出したら文句くるやん。ほら叫んねえ、嘘やん、嘘って言って。え、これえぐい。ちょっと待って、ほんまにごめんなさい。いやーちょっと待って、これ渋いね。まあ、ゴブコウモリかレイジカップで吹っ飛ばしてケツスパ来たら逆サイゴブジェミニペちょっとあるねこれ。待ってからのケツ、うわいまさかの、やばすぎ、理解ができない。うわーマジでやだな。ちょっと待ってくれこれ。いやーしかもなんかそのタイミングでスパキしっかり出してくんの偉いやん。うわー文句だりー、ロイホグだりー、これ全部姉が言ってくるやん。しかもうわマジ意味やからこれの知ってる。でも耐えれるんですからの、これナイト走ってるとダメージカットあります。えこのナイトちょっと強くない？早く縛いて。いやこれこれ、えこれちょっと熱くない？なんかいっちゃうぜ逆に。ナイト80パカットは80パカットしてるねそれ。えやばい来た。ブチチンパン、えいや相手めっちゃびっくりしてた今、おっとみたいな。いやね俺もすごい動揺してるんですけど今。えやばなんかご利用したっすね。てかスパゲちょっと美味しい、間抜きいかついしちょっときつかったしみたいな。えやばい、ナイト 80% カットで
通にスパーキーに近づいてぶん殴ってたな。そんなことあるんやな。いやあれやばいね、スパーキーも。いやお前俺撃つぞ撃つぞお前、え大丈夫大丈夫かみたいな。ナイトうん僕スパーキー怖くないよつって目の前まで行ってた。ホラーだったな。さあ公開でオールブレイカーかな。今のやばいな。さあゴブジャイ HP 増えて背中もちょっと強いからこれだけで400ぐらい入ってくれる。ありがたいね。オールブレイカー来たらまあまあ出します。でヤリゴブリンがいるんでレイジ落として結構グッドゲームな顔が見えるよね。よいしょ一発。まあ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 全然これはね、僕はこの最初はまあ防衛なんで守ればいいんで、そんなダメージを入れたいとかではないんでね。はい、ただ守ってるだけ、ただ守ってるだけで。いやーこのザップ気持ちいい。俺の方がダメージが勝っていく。さあ幸せですね。これなんかマジ形組むだけめっちゃ強いじゃん。レイジーザップめちゃめちゃ便利やん。すげえヒースピ欲しかったけど。でここで待ちます。あのまあケツスパしてもいいんですけど、なんか相手が本気で逆サイズ攻めてきた時にきつくて後からスパーキーもなんか簡単に抑えられてになるんで、まあここは慣れてきたんで合わせるんですけどって感じね。まあこの前で限界突破してないからな、別にそんな怖くもない。あもうマザレクでいいやん。さあフルカウンターメリオダス先生いっちゃってください。これ右かこれ悩むね。まあさすがに左か。さすがに、いやーこのナイト強いね。今のうまいな相手 80% カットで移動時の、いやそれをされるとなんかまた話が変わってきそうですよね。いやーいいオールブレイカーだ。今のみたいな感じで毎回受けられるとね苦しいよね。それうまいよ。いやでもレイジ強っ。なんかクリスポじゃないって攻めすぎちゃったんじゃない攻めすぎちゃったんじゃないの。なんかさあ気づけばガゴも背中もヤン、よいしょ。さあヤン強すぎ出てなかったよ。レイジで 何出してもね。うい気持ちいい。いやスパーキーちょっと環境きれいなのかな。ナイトに対してさどうなんだろうな、まあ、基本的には強いんですよ。 80% カットをマジうまいこと毎回やられると無料で1回受けられるわけじゃないですか。その後普通にナイトでも受けられてで2回か最悪3回受けられるとかってなると、いやでもあれか無敵無敵無敵とかで受けられるとめちゃくちゃダメージ受けちゃうか、うん守られちゃうか、いやわかんないよ。もう本当に使い方次第とか限界突破次第ですごい変わってきそうですけど、今んとこスパーキーナイト構成は結構悪くないですね。トリトンだけやだ。さあロイジャイはねあの下方されて、まあ、限界突破時のなんか 10% みたいな感じの下方なんで 20% が 10% みたいな、まあ、どでけえ下方が来たって感じではないけど、まあでけえかちょっとでかめのね下方ありましたよと。わあランバー強えな、まあ、限界突破が弱くなったって感じですよね多少ね。うんまあこれは勝ちたいんじゃないですか。まあファイバー持ってるからね。ママは今回お休みかな、だいぶ年齢もいってるし。ナイトってノックバックすんのか、余裕でしてるね。いやこれ強すぎん。ミニペお豚、いやーこれ豚になったのちょっとでかいけど、まあマジちょっとか。このナイトがね限界突破とかしてたらまあよかったんですけど3回に1回なんでね
はい、ロイが2回に1回か。ロイだけ早いのか。迫撃も3回に1回とかなんで、基本3-1っすね。よし、まあ、今からっすかね。私はこのナイトと同サイで行くのか逆サイで行くのか問題がすごいあるんですけど、まあ片サイドか。これはよいしょ、もうブッパ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 、いや強すぎチンパンとか言うんじゃねえぞ。ナイトがチンパンみたいになるだろう。さあで、まあ、スパキ出してこれで最強と。いやでもちょっと怖いな。いや普通にミニペ強さあえぐい。やばい、ナイトがそのどうなったとかマジで分かんない、分かんないな。ぐっちゃぐちゃだったかなあれ。でも5戦の前にナイトいると HP 高いし、なんかちょっと嫌そうですけどね。だいぶね。いや、え、めっちゃ強いやん。おい、形組むだけでも勝てるし、逆サイでも強いし、なんかスパーキーとね噛み合いしょすぎん。こんなになんかぴったりハマるもんない。さあナイトバナー、あ、かなりオクランだ。さあよろしく。有名なね。さあファイスピアちょっとレアだな。おお多いってスピリット。まあ多い自己数。まあクロスとかの可能性もあるけど、まあちょっとナイトが、あーキンキー、ちょっとナイトがいいみたいなとこあるよね。まあクロスかコカツかな。クロスかな、まあ、わかんないけど。1コス3枚だもんな。企画やっとるやんけ。あー、クロスでした。まあ、これは、限界突破ナイトで、マジ頑張ってもらいたいよな。正直。いやー、それ、強っ。いやーこれめっちゃ回転早いやん相手。あー気持ちいい。それこれはえぐいね。あ、でも相手は呪文ないね。あのウッドだけとかだと思うから、はい、頑張って耐えよう。ケツマスキはマジでしんどい。頑張って耐えよう。いやもう全然いいわ。気をする。 LSP なのもね、でも嫌だな。あーマジ一生それしたい人やん。飛ぶん、それはダメだよ。いやーマジでー違うよゲームがさ。おいおい、いやーまあ耐えるよ。でこの次のナイト強いからな。おっ、何だっぺ、そういう試合が好きなんだ。まあ LSP がマジで強いんですけど相手の。ああ、そのナイトもどうなんだ。え、このナイトさ、ちょっと強くない？そんなことない。ナイトの周りが弱いってな。あー、ナイトの周りが弱いやな。うっ、ちょっと危ねえ。めっちゃいるよ。竹取られたら終わるな。ですよね。いや、これ、あります。エリポンのアドなくなったんですけど、こっからは私のターンです。お兄ちゃん逆めますけど来ない。いやーマジであのスピスピ嫌だな。
そのナイトもちょっと強いやん。いやあります、本気であります。ここからネクスト限界突破ナイトです。あーマジ、いや限界突破ナイト全然回んねえな。悪くない。ほら不死身ナイト竹取って、お前一生働け竹取れ。えこれこのナイト、このナイト知らねえぞ。ナイトだよ。ああいや待って、これ止まると無理、普通に。いやでもダメージ勝ってる。じゃナイトどこ行った。あサボったあいつ。いや行きすぎると危ないけど行きたい自分もいる。これ一回守るか。あとよしダメージ勝ってる。うぅきっちぃ。これやば。いやうちのナイト死なないんですよね。80%。さあ耐えれます。いや耐えれるし、こういうのいいな。形組んでマジワンチャン掴めんのやばすぎるな。途中ね2体から撃たれまくってとかあったけど、まあ、もうちょっと長生きしてほしかったかなー。いやーというわけでこちらのナイトゴブジェイスパね、いやめちゃくちゃ強かったな。はい、ちょっと皆さんもぜひねやってみてください。ではお疲れ様でした。またね。